こんにちは。まだ暑いな。さあ、買っちゃいましたね。買っちゃったな。リーバイス。はい、こんにちは、平山茂です。今日はですね、10月22日ですね、金曜日でございます。現在時刻はお昼3時ぐらいになりますかね。さあ、今日はですね、今日ちょっとお買い物ですね。衝動買いです。衝動買いしてしまいました。こちらリーバイスレッド、リーバイスレッドでございます。まあ、コートですね、冬用のコートも衝動買いで、たまたまララポート、大好きなララポートのリーバイスショップをちょっとテコテコ、何も買うつもりなかったんですけど、一通り見て、ああこんな感じねと、よし出ようかなと思ったらですね、ショーケースの上部にこれがもう畳んだ状態で、これぐらいの状態で2つ重なった状態で置いてあったんです。何これ、これ何ですかって言ったら、あ、コートです。え、なんか店内に飾ってありますかって、あ、ないです。え、あ、じゃあちょっと見ていいですかって言ってみたらこれだったんですけど、結構重たいです。重たいんですけど、よいしょ。ちょっとね、金額から先に言うと35,000円ですね。35,000円、ちょっとボケてたらすいません。35,000円、これが一応まあ 30% オフ、 30% オフだったので、まあ1万円引きぐらいですね。でプラスリーバイスの会員になるとさらに 5% オフということで、まあ、35% オフで購入しました。リーバイスレッド、7年ぶりぐらいに復刻したんですかね、確かね。間違ってたらすいません。結構これはね、もともとちょっとね、衝動買いの癖があるので、ちょっとね、なかなかそのいいことかどうかっていうのはね、判断できませんけども、でも僕は基本安いものというよりは、いいものを長く使うために、金額は気にせず買うというのが、まあ、自分のポリシーなんですけど、今回はもう完全にこのリーバイスのコートはですね、長く着れるという、下手したらもう20年ぐらい着れるんじゃないかということで、やっぱデニム生地ということもあるので、非常にね、パッと見ね、リーバイスっていうのは分からないと思うんです。ただまあ、ここのエンブレムというかね、ここのマークとかで、まあ一応リーバイスって分かるぐらいなんですけど、特に本当にシンプルな作りになってます。そしてとにかく中もこれあったかい感じですね。これは長く着れますね、本当に。これはちょっとね、あんまり明るくないんでね、ちょっと暗いかもしれませんけども、非常にいいです。触り心地もいいですしね、そんな硬くないですし、で中はこういった下の方が、ここが、胸より下ぐらい、お腹ら辺まではね、こういう加工になってます。
腕の中はこっちですね。腕はこうです。なので体自体はこれで温めてくれるというような。これはねちょっとほんと冬にはほんとちょうどいいなと。で僕はやっぱ体が大きいので186センチあるので、なかなかこうアウターってね、いいなと思ってもなんかバランスが合わなかったりとかして、なんかしっくりこなかったんですけど、これはもうほぼ膝まであるので完璧ですね。完璧です。そしてここのね、ポケットも非常に大きいです。ポケットがすごい大きいんで、僕が持ってる でっかい財布もねスポッて入っちゃうんです。で内ポケットもねありますから完璧でございますよ。これはいやいいもん見っけたな。これはですねリーバイスさんのインスタを確認したら8月28日のインスタでリーバイスジャパンさんの方で紹介してるんですね。ただまあ1枚だけの写真で、何枚もあるわけじゃなくて1枚だけポツンと紹介してるやつなんでね、これこのアイテムに気づいてない人も結構いると思います。なのでまあそういう意味でもね、なんかあんまり着てないかなと、誰も。なのであんまり被ることないなということで、ちょっとねちょっと平山のっていうか僕のイメージとはちょっと違うかもしれませんけども、まあこういうのも好きですよと。私はリーバイスは好きです。はい、アメリカ大好きなんでね、リーバイス買っちゃいました。いやちょっとねまだ早いです、時期的には。すごくいいです。というわけで今日はちょっと番外編みたいな感じですね。ちょっと商品紹介といいますか、まあ、僕の趣味といいますか、全然本当に趣旨が変わってくるんですけど、まあ、僕自身はこれでちょっと大丈夫かなと。この冬、そしてこの先の冬、寒がりの私にとってはこれはもう一生の必需品になるんじゃないかなと思っております。まあ、なかなかお買い物はねできないんですけど、ちょっと今日は無理して買っちゃいました。まあでも買ってよかったなと思いますし、買う価値があるものだなと思います。よかったらですね皆様も、予期せぬ出会いというものがねあるかもしれませんので、まだこのね土日お休みという方はちょっとね普段行かないお店にポツンと入ってみたりとかですねしてみるのもありなんじゃないかなと。でもね、たまったお金もやっぱ使わないといけないでしょうと、使うときは使おう、使った方がいい。やっぱそれでね得られるものっていうのもありますし、笑顔にもなりますからね。いやちょっと嬉しいですね。早く着たいけどまだ早いね。寝袋もそうですけど、最近ね買ったんですけど寝袋もまだ早いんでね。よし、ちょっとねこれはいいぞ。いや嬉しいな、リーバイスをちょっと身につけるっていうのはちょっと嬉しいですね。ジーパンもやっぱ高いので、やっぱ普通に1万から2万超えのジーパンとかもありますからね。いやちょっとねこっちで2万5000円とかだったら全然ありかなと思います。いや大丈夫でございますね、大丈夫だ。いや楽しみだなこれ着るの。いいよね。あ嬉しいな、嬉しいね。っていうかここ久しぶりだな、大高緑地久しぶりに来たな。今日はまだワンちゃんは来ないかな。大丈夫ですね、大丈夫ということでよろしくお願いします。はい、本当にね今日一日金曜日一日お疲れ様でした。今週一日お疲れ様でした。
今週一日お疲れ様でした。違うな、今週もお疲れ様でした。本当にね、土日お休みという方は本当にいい週末を送ってください。そして明日明後日もね仕事だよという方は頑張りましょう。私も仕事でございます。しっかり頑張ってしっかり稼いで、大丈夫、うん、ね、大丈夫です。ということで、また明日お会いしましょう。平山茂でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。リバイス最高。よいしょ。